まず多分所属チームでやってるポジションと代表でやるポジションが違うってところですぐこうアジャストできるところと、まあオリンピックを見ててこう今は奪いに行くところと、今は不利だからやらせないようにするっていうところの、守備での状況判断がすごいなって見てて思ってたのと、最終予選多分ほとんど途中交代出てるんですけど、あのプレッシャーのかかるところで、まあ自信を持ってボールを動かしたりするっていう、安定したメンタルを持っているところはすごいなと思います。絶賛です。いや、びっくりしました。めちゃくちゃ言ってくれるとは。